www.videonews.com。 こんにちは。はい、こんにちは。今日は1月の12日、木曜日ですね。今日は木曜日の、N コメです。これが561回目の胸劇 N コメということになります。で、今日はちょっと2つ、ニュースを取り上げたいと思うんだけども、1つはですね、昨日ですね、JR 西、日本の、まあ、前社長ですね、山崎前社長に対して、神戸地裁が、まあ、その要するに尼崎脱線事故で、前社長がその事故を予見することができたはずだと、でそれに対して適切な、まあ、措置を ATS を設けるつけるという適切な措置を取らなかったという、不作為ということで、過失が問われた。これは例の強制起訴 の、 検察審査会による2回のですね、起訴相当議決を受けての強制起訴の、確かこっちが2番目だったのかな、1番目が明石の立教の方だったと思いますが、はい、確か記憶では2番目の、その強制起訴、による、まあ、裁判だった。だから例のあれですね、指定裁判官というのが検事役を務めるという裁判になったということなんですが、まあ、無罪判決だった出たと。で、要するに、まあ、この山崎元前ですね、前社長の個人に刑事責任を問うことはできない、事故を予見できる可能性は、まあ、なかったという判断が下ったということで、まあ、事故自体がね、非常にショッキングな事故だったということもあって、いろんなところが、まあ、いろいろな論説を書いていて、まあ、どちらかというと被害者感情に寄り添うようなタイプの報道が多いのかなという印象を受けます。つまり、まあ、非常に無罪ではあったけれども、責任はある、企業としても責任もある、それから判決の中で企業の体質等も批判されているということを重く受け止めようというような指摘が多かったのかなというような印象を受けました。ただ、まあ、その判決では、予見可能性、それからその回避義務についても、まあ、基本的には裁判所は、そこまで刑事責任を問うレベルまではないという判断を下したということなんですが、どうでしょう、宮崎さん。妥当な判決ですよね。で、まあ、あらすじだけ判決をあらすじだけ申し上げれば、もしですね、福知山線の脱線したところのカーブ、程度のカーブに高速で突っ込んだ場合に転覆することが予見できたっていう意味での予見可能性であれば、ありとあらゆるカーブについてですね、同じようにそれこそ狂ったような速度で突っ込めば脱線するのは当たり前だという意味で予見可能なのであって、でそのような範囲にまで予見可能性を拡張してしまえば、過失とかね、過失不作為の責任を問うことができるような予見可能性&回避義務っていうそのペアリングの意味がなくなってしまうっていうね、つまり予見可能性っていうのはもう少し限定した意味でつかなければいけないということですよね。だから例えば高速バス、これ運転手が体調崩したり頭をちょくれちゃったりしたらですね、すぐにコース外れて落っこちたり正面衝突したりできるわけですけど、大変な事故になりますよね。でそういう意味ではそういうことが抽象的にあり得るっていう意味では予見可能なわけだけども、だからといってちょっと変な運転手がコースから外れてね落っこちたりぶつかったりした場合に予見するべきだったというのは無理ですよね。でせいぜい例えば日航機の片桐機長の逆噴射事件もそうですけど、体調管理とかメンタルの管理とか、そうしたことを会社は気をつけるべきであったとか、例えば運転士とかパイロットの資質にもっと目を配るべきであったとか、さらに、まあ、この JR 西日本についてはね、一分遅れたら懲罰を与えるとか反省文書かせるとかっていうね安全第一とはとても言えないようなダイヤ重視の、まあ、ポリシーをねずっと取ってたようで、そうしたのも問題ですから、そういうのをやめるべきだとか、そういうのは分かりますけれど、
あのやっぱり山崎 JR 西日本前社長に予見可能性があったがゆえに回避義務の怠りがあったとかっていうのは、まあ、普通に考えたらありえないです、ね、しかも前主張社長というのは事故が起きた時にはもうすでに社長じゃなかった社長、その前の社長です ね、 ですね。またその時の社長というのはまた別の裁判 で、 です、ね、あのやはり強制起訴されて、あのしかもあの事故の起こったカーブはあのカーブをその設置してから8年間、うん、脱線事故も何の事故も起こってなかったんですよね、うんうん、でそれで予見可能性とかいうのはまあ無理ですよね。というかせいぜいさっき言ったように狂ったような速度で突っ込めばさ、どんなカーブだって電車は脱線するよみたいなことですね、うん、だから逆に言うと、まあ、それをそこに ATS をつけなかったからっていう話になっちゃうと、うん、もう運転手は資質を問わないみたいな話、要するにあれって強制的にあのスピードが落ちるわけでしょ、 ATS があると。だから運転手がそれこそ狂ったようなスピードで突っ込んでいく、行っても自動的に電車がそのゆっくりになる、減速するっていうことになるとね、うん、まあそれをそのつけてたら確かに減速はしたんだろうけれども、でまあ今回の場合ね、でもね宮根さんね、そこで、まあ、そこでちょっと本論なんだけどもね、まあおっしゃる通りだと思います。そのたんびにその会社のトップや場合によっては元社長までね、これ刑事責任ですからね、あの民事は道義責任を問っていなくて刑事責任を問ってますからね、これもこれが刑事責任問われてるのはそれはもう大変、もう大変大変なことです。それはね、あの自分が会社辞めてから会社で起きたことでその当時に自分が何かしなかったっつって社長があの刑事責任問われると、あのまあ社長に限らず大変だと思いますが、ただねそこに宮崎さんね、今回まず、まあ、おそらくその猛スピードでカーブに突っ込んだ運転手がおそらく一番まずは責任があるんでしょうけども、運転手は亡くなっていると、まずそれね。それからもう一つ、結局じゃあなんでそんなに突っ込んだスピードを出さなきゃいけなかったのかっていうようなことが報道等によってどんどん出てきて、要するにダイヤがちょっとでも遅れるとものすごいその社内で、まあ日勤教育なるものが、まあ、懲罰だね、懲罰制裁が課されるっていうような体質とか、そういうものがどんどんその報道で出てきて、要するに運転手はもうとにかく1秒たりとも遅れないように必死だったからスピード出したと。だから会社の体質がね、そのような暴走行為を招くような体質があったっていうようなことや、まあ、その他いろいろ安全対策についても不十分であったってことやね、まあ、もっと言えばあの時にあの電車に実は JR 西の職員が乗ってて、であの救助をしないでそのまま出社したっていうような話もあったりして、まあ、会社の体質が徹底的に問われると。でしかも個人として一番まあその、怒りや恨みを集中したい対象である運転手はもう亡くなっているという状態になって、結局、まあ、JR 西がそんな体質を持ってる会社で日勤教育なんかやってもう無茶なことをやって無茶な走り方をさせたからこうなったんだということで、まあ、その会社の責任者に怒りが向かったっていうことがおそらくこの強制起訴のね、はい、まあ、強制起訴にまで至るような、検察審査会が2度もその、まあ、例によって検察はあの起訴できないと判断したわけですからね。で検診に行って検診で2回検診1回やってたのでも検察は無理だって言ったのにもう1回検診が行って、それはあの小沢さんの時と同じですよね。で結局そうするともうその、まあ、誰かに責任を取ってもらうと思ったらば、まず刑事責任は個人にしか、もちろん日本の場合はね、取れないからもう社長に行くしかないってことになるわけですよね。そうなるとね、まあ、直属の上司っていうのがあり得たのかどうか僕知らないけれども、でそれそこに行った結果、まあ、無罪になったと。で家族遺族、あるいは怪我をした方々やその家族のまあこうなんですか、やるせない気持ち、横暴感情っていうのは全く満たされないような感じ でしかもまあその裁判の過程で彼らは自分を弁護しなきゃいけないですから、刑事裁判ですから、もう自分は悪くないってことを一生懸命主張するわけですよね。すいませんじゃなくて、もう自分はいかに悪くないかってことを一生懸命言うわけですよね、裁判で。でしかもあの遺族 の参加する裁判ですよね、今はね、っていうようなことで、どうもなんかやってることがこうちょっと言い方気をつけなきゃいけない語弊があるかもしれないけど、誰も幸せにしないようなこなんか仕組みになってないかと。でしかもですよ、まあ、これちょっと後で話したいんだけど、本当の原因が結局わからないような、この裁判では刑事裁判のこのやり方ではわからないっていうような形になっているって、一体何のためのシステムなのかっていうね、この事故後の裁判で、これは僕はあのそれこそ今日の本編のゲストの海戸さんと最初に知り合ったのは日航機の事故の
あの裁判をめぐってなんだけれどもね、あのカイロさんが事故 の遺族の代理人を務められていて、それで初めて僕が AP 時代に取材したのがきっかけだったんだけれども、あのずっと言われてることが、要するに誰も幸せにしない、しかも原因がわからない、しかも憎しみだけが増幅するような形でなると、まあ、早い話が刑事裁判をするしか事故原因を本当の意味で追及する手段がないと。で、事故調っていうのができるんだけど、事故調は強制力がないから、事実上協力を求めるしかないんですよね。でも一方でその強制力を持たせようと思うと刑事裁判をする。そうすると刑事裁判でその人たちがその事故調に協力して出した証拠が全部刑事裁判で自分に不利になるっていうようなことになるから、当然そっちも出さないと。だから原因はわからない、その自分を弁護しなきゃいけないから、憎しみ、私は悪くないっていう主張を目の前でされて、憎しみはその膨らむで、結果的にまあ多分無理なあの刑事訴追だと僕思いますから無罪になると。ちょっとそろそろ考えなきゃいけないなと思うんだけど、まあ、そう僕が言ってもしょうがないんだけど、どう思われますか、この繰り返しについては。まあ、一つはね、大沢裁判問題でも扱ったことだけれども、うん、あのちょっと検察審査会 そのあまりにも法原則に基ったですね、情緒的な吹き上がりが目立つ昨今ですので、検察審査会の、まあ、廃止を含めたその再検討をした方がいいと思いますね。あと、まあ、事故調に強制力と、まあ、刑事免責特権を与えるその権限を与えて、事故の再発を防ぐためのですね、まず原因究明と再発防止策の立案をもって、あの事故の手打ちとするっていうね。であとは、まあ、民事の賠償ですよね。でやっぱそれで良いんじゃないでしょうか。あの人を吊るし上げてですね、徹底的に潰さないと感情的に回復できないっていうのはね、あの被害者当事者は分かるので、あの責めたくはないけれども、メディアやね、メディア の受け手が尻回りのってこいつを叩けとかっていうのは浅ましいのでやめていただきたいですね。結局あの、まあまあそのね、刑事責任はないにしても、うん、まあ、道義的な責任、社会的な責任を負っている、うん、まあ、社長なんかそうでしたけど、うん、にとっては一番できることっていうのは原因究明に全面的に協力することが一番だと、ね、本当は償いですよね、本当は ね。で、あの、まあ、宮台さんの言ったようなその免責特権を認めた上で全面協力させるっていうのは、うん、まあ、一種の司法取引なんだけれども、うん、あのアメリカではね、基本的にはよほどの重過失がないと、うん、個人 その刑事責任追及っていうのは、うん、その乗り物事故なんかの場合は明らかにその原因究明の優先度に比べれば小さな話になると。であの僕の知る限りは飛行機の事故に関しては、今はちょっと変わってるかもしれないけど、少し前に僕がそれを取材してた時は、あの一件だけパイロットがあの麻薬を打った状態で操縦してて事故ったケースがあって、それは刑事訴追されたそうです。まあ、ね、うん、でまあ原因ははっきりしてると、うん、そんなあの桜状態で運転したからだということで、まあ、事故調もあんまり大した必要もない、うん、というようなことがあらゆる小さな飛行機事故がたくさんある中で1個だけあったと。あとは基本的にはもう全部免責で、うん、まあ過失はあるんですよ、過失が多少何らかとあったりするんだけど、その過失を多めに見てでも事故原因 究明の方がはるかに重要だろうという考え方 で、それがね、でもね、今日あの本編でも司法の話なんだけど、なんか全然そういう話、その日光人の時も本当そうだったんですよ。あれを強制捜査しなければ事故原因がわからない、結局 あれも検診まで行ったの。ただ当時は検診2回の強制起訴ってなかったんです。で結局不起訴になって、結局事故調の発表のみだけど、まあこの間あの宮島久美子さんに来ていただいたけどね、やっぱり事故調のあれ見てもどうも納得ができないんだと。でそれは肝心の証拠とかもあの強制的に取れてないし、あくまで協力してもらったことを前提にして書いている報告書だっていうことなんですよね。ちょっとそれはどこが言い出せば実現するのか。でも乗り物事故に関して本当にそろそろね、あのこの誰も幸せにしない仕組みっていうのは何とかした方がいいんじゃないかなとつくづく今回も思いました。多分その遺族たちはもう憎くてしょうがないんですよ。
ていうのは、一つはまず刑事訴追する段階でその憎しみのターゲットになってるのと、あと裁判の過程で社長たちは自分をやっぱ弁護しなきゃいけないから、いかに自分は悪くなかったかっていう主張を目の前でされるわけでしょ。全く反省してるように見えないじゃない、まあ、最初に一言言うんでしょう、多分あの遺族のみんなあのおかれましてはお組合に申し上げますから言うんでしょうけど、そこから先は一切自分が悪かったみたいな顔はしないわけですよね。当たり前だけど刑事裁判なんですからね。ということはどうもちょっとそろそろあれかなという感じもしたんですけどね、うん、まあ、これは同じことを繰り返し言ってるのでそこまでにしますか、うん、なんかあります、足すこと引くこと。まあ、あのやっぱりマスメディアがね、そういう、まあ、良くない風潮をむしろ煽る方向でね、うん、今回やっぱ報道したし、ちょっとね社説をまあ5つぐらい今読ませていただいたけれども、あのあのね、企業の責任を問うべきであるのに裁判でそれが明らかにならなかったのは問題だって書いてありました、複数3つぐらい。個人の刑事裁判です。しかし個人の刑事裁判なんだから無理だよそれは、うん、だから個人を刑事訴追したから会社の責任を議論できなくなっちゃったんで、うん、あまりねいい加減なことを社説で書かないでほしいですね。まあとにかくあの休憩はあれですからね、うん、休憩は 3年ですからね、うん、まあ、もちろん執行猶予がつくつかないは別にして、もし有罪になれば禁錮されてもおかしくないっていう裁判なわけですよ、うん、でそれはもうそんな個人の責任を徹底的に問うでしょうし、自分は弁護しなかったらこれ大変ですよ、これはね、うん、ただまあその企業ガバナンスのあり方っていう意味も含めてですね、その個人の責任をどこまで問うのかとか、あの変な話そんな無責任な人間をその経営責任者に据えてるとしたらば、今度株主責任を生むって話もなりかねないわけなんですよね、取締役会で承認を受けてるわけだからね、だからあの個人的に何か重過失があったって別ですよ、その日に酒飲んでどうのこうのみたいな類のがね、でもそうじゃないとすればちょっとやっぱりそれをただ繰り返すけど、個人の責任追及する以外にもうその怒りの持ってき場がない仕組みになってるというところがやっぱもっと、まあ、一番大きな問題なのかなという感じは、します、うん、まあそれは繰り返し、言っておきましょう。はい、それ